はい、どうも皆さん、こんにちは、シアンです。皆さんは、マリオブラザーズ3ってやったことありますかね？はい。まあ、ちょっと自分は結構苦労したゲームなんですけど、あれは。はい。今回はこちら、ちょっとなんか BGM が、はい、ちょっとマリオ3のワールド2の、この BGM のワールドを、はい、今回やっていきたいと思います。こっから、はい、やっていきましょう。ちょっとほんと BGM がなんか、はい、あれ？なんか、これあれですよね、なんかスーパーマリオランドの、はい、一面の音楽ですよね、これは。はい、ちょっとこれは、実を言うと、はい、自分が一番好きな BGM です、これは。ちょっとすごいですね、これは。ちょっと申し訳ないです。ちょっと今かなりテンション上がってますけど。はい。ちょっとじゃあここ、はい、ちょっと下に、なんかコーンスープみたいなんがあるんで、はい、こう沈んでいって取りました。はい。じゃあここでだるま落としをしながら、はい、行きましょう。ちょっと頭から、はい、ちょっとなんか、いちごのヘタみたいなのを生やしている、はい、このサンボをどんどん食べていきましょう。ちょっとこの方、いちごになりそうですけど、はい。じゃあここはこうやって行けばいいみたいですね。はい。じゃあちょっとここでお酒の入った樽があったんで、はい、ちょっと潰していきました。せっかく今、熟成中だったんですけど、はい、熟成中の樽をことごとく潰しました、これは。はい。じゃあ、ちょっとここで、はい、ラウンドワンしましょう。まあ、頭やられたら、はい、これは一気に倒すことができるんで、はい。とりあえず頭です。はい。狙う場所は頭だけなんで。さて、やりました。はい。ちょっといきなりなんか大スターの道を歩みましたけど、これは。はい。ちょっと思いっきりキラキラ光ってなんかジャニーズみたいになりましたけど。はい。じゃあこれでこうやって、はい、撮りましょう。なんか下行けそうですよね、なんか。はい。無理そうですね。はい、ちょっと、なんかもうこれ、なんかガスマスクつけないといけない感じですけど。はい。ちょ、ガスマスクを後で仕入れてから入らないと、はい、ちょっと窒息死しそうな場所ですけど。じゃあ、はい、ちょっとここにもなんかトーテムポールみたいなサンボがいるんで、はい、ちょ、トーテムポールをちょっとどんどん、はい、破壊していきましょう、これは。はい、来ました。オッケーです。じゃあ、この辺りにはスターコインは、ないですね。はい。ちょっとなんかこの辺りが、はい、なんか後ろ、なんかミルクキャラメルみたいな感じで、ちょっとブロックありますけど、これは。はい、こういうところは、背景になったり、足場になったりするんですよね。はい。ちょっとここなんか怪しくないですか、これ。このくぼみが、ないですね。はい。ちょっとなんかここ、あれでしょうか。なんか昔は洞窟でしたよ、みたいな感じですね、ここは。はい。はい、ちょっと申し訳なかったです。ちょっとまた急に電話が、はい、ちょっとかかってきたんで、ちょっと出てました。はい。じゃあ続き、はい、やっていきましょう。これこうですよね。はい、やりました。ちょっとこの、はい、ちょっと上下運動してエクササイズしている、はい、このリフトを、はい、ちょっと降りればよかったみたいですね、ここは。はい。じゃあ、この上下運動をしているんで、はい、ちょっと上に乗って、さらになんか上下運動を、はい、発展させましょう、これは。ちょっと上に物乗られたら、はい、ちょっと大変そうなんで上下運動するのが、はい、わざと鍛えてあげました、今。これ怪しいですよね、このコイン。はい。絶対このコイン怪しいと思うんですよ。じゃあこれ、こうやって、待ってくださいね。はい。こうやってうまいこと、すいません。はい。ちょっとなんかなかなか頭ごっつんができませんね、これ。やりました。オッケーです。はい。
じゃあちょっとここら辺で、はい、思いっきりなんかウイスキーの入った樽が生産されてるんですけど、はい、すべて避けていきましょう。ちょっともう、そんなんには目もくれず、はい、ちょ、熟成しといてくださいみたいな感じで、進んでいきたいと思います。はい。これでも、OK ですね。はい、やりました。ちょっと、またいろんなところでトーテムポールがありましたけど、はい。なんとか、はい、第一コース目、はい、クリアしました、これは。じゃあまたなんか、はい、もうなんか、完全にこれカウンセラーの方来ていただきたいぐらいに、はい、また鬱状態になってますけど、このステージは。はい、また続きやっていきましょう。ちょっとなんか前回のワールドからなんか、このゲームは本当になんか、なんか、鬱状態を直せばいいみたいですね、なんか。はい。とりあえず進んでいって、なんか、鬱状態になっている村を、はい、どんどん活性化させていくゲームみたいです、これは。じゃあ、この BGM はまたヨッシーアイランドの、はい、洞窟の BGM ですね、これは。はい。じゃあ、トーテムポールを、はい、ちょっとラウンド1で倒しましょう、これは。はい。オッケーです。じゃあちょっとこの口から、はい、ダイエットボール出してる方がいるんで、ちょっと倒していきましょう。はい。ちょっとなんかこの方、自らダイエットに、はい、努力してますけど、この方。自らダイエットしようとしているこのガボンは、はい、どんどん避けていきたいと思います。これどっかに入れるとかありそうですよね、なんか。ないですね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと倒していきましょう。はい。もしかしたらどっかでなんかツタが出てくるとかあるかもしれないんで。はい。なんもなかったですね、ここは。はい。じゃあまたこの山あり谷ありの、はい、俺の人生みたいなこの足場を、はい、どんどん行きましょう。入れましたね。はぁ、ちょっと入ったらいきなり、はい、ちょっとなんか温泉みたいなとこに浸からされましたけど、これは。ちょっとまた遺伝子組み換えではないキノコが出ただけでしたね、これは。はい。じゃあちょっと、温泉に浸かりながら、はい、どんどん、進んでいきましょう、これは。はい。ちょっと下で、はい、なんか小学校の頃やったパクパクさんがいっぱいいるんで、はい。ちょっとなんか、一世の出とかやりそうですけど、ちょっと、なんか神でやりましたよね、昔、パクパクさんを。はい。パクパクさんができますけど、この下側で。はい。このパクパクさんも避けていきながら、はい、どんどん進んでいきましょう、これは。わかりました、これは。こうやって投げて、はい、やりました、OK です。ちょっとなんか思いっきり跳ね返って、はい、ちょっとあれ、耐震性の高い甲羅じゃないと潰れそうでしたけど。はい、やりました。ちょっとわざと食らって、はい、ファイヤー取りましょう、ここは。じゃあちょっとこのバランスボール投げてきているガボンは、はい、どんどん倒していきましょう。邪魔なんで、はい。じゃあここでちょっと、はい、ちょっとみかんになって、和歌山を盛り上げようとしているサンボがいるんで、はい、この和歌山を盛り上げようとしているこのサンボも、はい、どんどん避けていきましょう。これ、厄介ですね、これは。どんだけこの方たちダイエットしたいんだって感じですけど、はい。ちょっとこのバランスボールをどんどん倒していきながら、はい、どんどん進んでいきましょう。どっか入れたりとかないですかね、これは。ちょっと壁タッチしながら、はい、どんどん進んでいきましょう。出ましたね。じゃあちょっとこのスターで、はい、青森を、ちょっとますます活性化させていきましょう。はい。これスターで、いけましたね。オッケーです。はい、やりました。じゃあもうあとは、はい、もうどんどん進んでいきましょう。オッケーです。はい。本日二つ目の、はい、コースクリアです。はい。ちょっといろんなところにトーテムポールとか、はい、和歌山のなんかマスコットキャラクターみたいな方がいましたけど、はい、やっていきましょう。まだ時間的に余裕なんで、はい、三つ目行きましょう。
さて、これやっぱり BGM いいですよね、なんか。はい。ちょっとなんかかなりの BGM が、なんか昔のマリオシリーズをなんか持ってきてるんで、はい、かなり嬉しいですけど、やっていきましょう。はい。ちょっと上でオーロラがかかってますね、これは。はい。ちょっと思いっきり暑そうなんですけど、暑そうなんですけど、なぜかオーロラがかかってます。はい。ちょっともしかしたらこの下側はなんか、化学反応によってなんか、液体化してしまったんでしょうか、これは。はい。ちょっと化学反応で液体化してしまった、あのなんか砂漠がありますけど、はい。じゃあとりあえず、はい、このなんかパルプを、はい、どんどん進んでいきましょう。ちょっとなんかこれトイレとかの排水が流れてそうですけど、はい。こうトイレで流した排水がなんか流れてそうなこの管を、はい、どんどん進んでいきましょう。じゃあここで、はい、ちょっとまたマグニチュード、大地震を起こす装置が出たんで、はい、ちょっとどんどん持っていきましょう、これは。あの、絶対倒したらダメなんですよ。さっき右で、はい、右の方でなんか、あの、牢屋に入れられているスターコインがあったんで、はい。ちょっとここで悪いことをして牢屋に閉じ込められているスターコインがあるんで、はい、こうやってどんどん避けていって、潰してもらいましょう。はい。こうやって脱獄させたら、もう倒しましょう。はい、邪魔なんで、ちょっと脱獄の手助けをしてもらったら、はい、ちょっと倒すという、ちょっと本当になんか悪い人は脱走させたらダメですね、これは。はい、ちょっと、かなり脱走させたらダメみたいな感じですけど。じゃあ、はい、どんどんやっていきましょう。ちょっとモンスターコイン2つ取れてるんで、はい。そのうちの1つはちょっと脱獄されたんで、あんまり、はい、良くないスターコインですけど、ちょっとこの良くないスターコインを取りながら、はい、進んでいきましょう。ここに入ればなんかなると思うんで、はい。さあ、来ました。ちょっとここでまたノコノコレースしてる、はい、方がいるんで、ちょっとこうやって避けていきましょう。はい、ちょっとお相撲さんになりたかったみたいですね、これは。はい。ちょっとなんかアルソックの CM とかに出れそうな、あの方がいますけど、これは。はい。ちょっと 1,2,3,4 アルソックとかできそうですけど、あの方は。はい。じゃあもう全部取ったんで、はい、あとはもうパッパと行きましょう。ここも、はい、こうやって行けば OK ですね。はい、やりました。OK です。はい。ちょっとまたここになんかジャングルジムみたいなパイプがありますけど、はい。ちょっとやりました。はい、ちょっとやりました。OK です。ちょっとなんか中に、なんか、スフィンクスとかが入ってそうな、はい、ちょっとピラミッドがありますけど、ちょっとなんかこれ、とんがりコーンにも見えてきますね、なんか。はい。ちょ、とんがりコーンがそびえ立ってますけど、これは。じゃあ、四つ目のコース、はい、行きましょう。ちょっとまだ二面なんで、あんまり難しくはないですね、これは。はい。まあ、と言っときながら、一面で何度も死んでいる俺がいるんですけど、はい、ちょっと。じゃあ、ちょっとここに、はい、ちょっとカントリーマームチョコレート味があるんで、はい、このカントリーマームの上もこうやって避けていきましょう。はい。こうやって進んでいきながら、はい、行きましょう。オッケーです。ちょ、これは中入れることが分かったんで、はい、行きました。ちょっとここでカントリーマームが与えられなくて、はい、ちょっと欲求不満になっているワンワンがいるんで、ちょ、このワンワンも、はい、避けていきましょう。これ頭打つんですね。ちょっと、じゃあ、上から行きましょうか。はい。屋根を登っていきましょう。俺は、これ止めんの下手くそですよね。毎回思いますけど。はい。さて、ちょっと、ちょっと、なんか、溺れていった方がいますね、これは。はい。ちょっと、あまりの暑さで、ちょっと、溺れてしまったノコノコさんがいましたけど。はい。ちょっとこれ、温泉屋さん、ちょっとクレーム処理しないと、なんかダメみたいな事件が起こりましたけど、今。はい。
はい、ちょっとまた休憩してました今回は。はい、ちょっと疲れてきたんで休憩してましたけど、はい、やっていきましょう。ちょっとこれはまずいですね。ちょっとスターコインがまだ1個で、はい、ちょっと中間ポイント来てしまったのはまずいですけど、ちょっとやっていきましょう。はい、ちょ、まあ、ここでワンワンとキスしましたけど、ちょっとはい、ちょ、ワンワンとキスしながらもやっていきましょう。はい、ここはわかりました。これで、はい、こうやってスライドしてちょ、ここでまたラウンド1をすれば、はい、オッケーみたいですね。はい、やりました。ちょっとここなんか鏡餅みたいになんか植えられてますね、このカントリーマームが。はい、ちょ、鏡餅みたいになってますけどじゃあこれはジャンプ台がなくなってますね、ちょっと。はい、まあいいでしょう。はい、なんかやっぱこれでいけましたね。オッケーです。じゃあちょっとなんかクリスマスツリーでいう、はい、てっぺんの星を取りながら、はい、行きましょう。ちょっと完全にシンボルみたいなこのパウブロックを取りましたけど、はい、よし、うぅ無理でしたね。はい、申し訳ないです。ちょっとあれどっかで使えたら、ちょっと俺は後悔しまくりですけど、はい、じゃあここも、はい、ちょっとなんか何気に埋もれてるんで、はい、ちょ、このバランスボール避けていきます。ちょ、待ってくださいね。ちょっとこの温泉から、はいまあ無理ですよねこれは。はい、ちょっとなんか完全に沈んだみたいになってましたけど、はい、ちょ、タイタニック沈没したんでしょうかこれは。じゃあ、はい、ちょっとこの防空壕の中を、はい、進んでいきましょう。来ましたねこれは。どうしましょうかこれは。なんか連れてきたらいいんですかね。このワンワンがワンワンがなんか鍵握ってますよねこれ。はい、ちびなんでかなり怖いですけど、ちょっとこの欲求不満なワンワンが、はい、ちょっとかなり怖いですけど、ちょっと右向いた時にこのワンワンを離せば、はい、オッケーみたいですねこれは。ちょっと右向くの待っときましょう。はい、右です、右ちょっとこれマリオと顔見るのが嫌みたいですね、なんか。はい、向きましたね、オッケーです。じゃあこれで、これはい、ちょっと無理でしたね。はい、ちょっと完全に嫌われましたけど、はい、ちょっとすいませんこれは。じゃあ一回ゴールします。はい、また最後のスターコイン集めパートで、はい、ちょっとやりたいと思いますこれは。はい、とりあえずコースクリアしました。ちょっとなんかお母さんみたいな髪の毛してるあの鳥で狩りましたけど最後。はい、ちょっとなんかおかっぱみたいな髪の毛してましたね今あの鳥でが。はい、じゃあ時間が微妙なんでこれは、はい、ちょっとさっきのスターコインを、はい、取っていきたいと思います。行きましょう、行きましょう。オッケーです、やりました。はい、ちょっとこれ斜め45度の角度でいけば、はい、オッケーでしたねこれは。はい、ちょっとハンマー投げのアスリート選手連れてきたら、はい、ちょっと一発で壊せそうなブロックでしたけどこれは。はい、じゃあ、今回は、はい、ここまでにしたいと思います。それでは、はい、ここまで見てくれてありがとうございました。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。チャンネル登録をすると、僕の動画がアップされた時に、探す時間をかけずに、瞬時に見ることができます。肝心の登録方法は、パソコンで見ている方は、画面上に出てる、このチャンネル登録というボタンを押してください。
で、スマートフォン、タブレットで見ている方は、この動画タイトル下のチャンネル登録と書いてある赤またはグレーのボタンを押していただければできるんで、ぜひよろしくお願いいたします。